豆腐からね、いい感じに水分が出てきます。いい感じに。はい、どうも料理の兄さん、リュウジです。最近ね、登場の仕方を考える方が料理をしている時間より長いですね。今回はですね、僕のね、得意なね、低糖質レシピになります。お豆腐を使ってペペロンチーノ作ります。麺は使わないんですよ。ペペロンチーノ味のお豆腐なんですね。マジでうまい。豆腐ってこんなうまかったのかと思うぐらいですね。作り方、若干コツがありますんで、皆さんにぜひ覚えていただきたいと思いまして、低糖質でもものすごく美味しい豆腐ペペロンチーノをですね、作っていきたいと思います。材料紹介いきます。トゥルットゥルの豆腐です。絹豆腐ですね。絹が僕的にはおすすめです。コロコロのニンニクです。ベーケン、唐辛子。この材料紹介いる？これいらない、いらない、いらない。一応入れて、一応入れて、以上の食材でやっていきます。調理を開始していきたいと思います。朝からですね、撮影してたのでエナジーが足りてないんですよ。これからですね、エナジーを注入していきたいと思います。僕にエナジーを注入してくれるのはこの、ライジンエナジードリンク、ライジンフルーティーサンダーです。これね、僕飲んだことないんですよ、実は。エナジーを注入するとともに味を確かめたいと思います。はい、あ、すげえいい匂いする。いただきます。これめっちゃうまい。俺大好きな味する。これすごいうまいな。あー、エナジーきたー、エナジーきたー、エナジーきたー。おいしいっすね、これね。うまいっす。エナジーも注入されましたので、もうね、何でもできるということで、ペペロンチーノで豆腐を作っていきます。違いましたね、酔っ払ってないんですけどね、カメラが回り始めるとなんか自然に酔っ払うようになっちゃって、はいね、ね、エナジーがついてるんで、もうね、頑張れる。ニンニクはね、切っていきます。おけつ落として潰して皮を剥いで、粗みじんで大丈夫ですからね。はい、叩いてスライスするぐらいな感じで大丈夫です。ベーコンはこんな感じで細切りみたいな感じにしていきます。はい、このベーコンがね、いい仕事してくれるんですよ、これ。実はね、この豆腐ペペロンチーノ僕大好物なんですよ、これ。もうね、下ごしらえね、完了です。フライパンにですね、ニンニクです。はい、これね、冷たい状態からね、ニンニクを入れるとね、香りがよく立ちますので、オリーブオイルね、大さじ1半です。はい、最初はね、強火でいいんですけど、オイルが温まるまでは強火で大丈夫です。評判なんですよ、この料理は。うちに遊びに来た友達に評判なんですね。ちょっと規模がちっちゃいんですけどね、評判の規模がね。シュワシュワいってきたら、弱火に落としちゃって大丈夫ですよね。芝犬色になるまでね。こんな感じ、こんな感じ、芝犬じゃん。これでベーケン、はい、僕はベーコンのこう肉感を楽しみたいので、そんなにカリカリにしないです。ちょっと油が出てくるぐらい。唐辛子も入れちゃっていいです。大体ね、1本分。辛いの好きな方は結構入れちゃっていいです。油が出てきますんで、弱中火ぐらい。ベーコンがね、いい感じに炒まってき、ましたらですね、絹豆腐ですね、大きめに作って入れます。最終的には混ぜてると崩れてくるので、大きめの感じで入れていきましょう。1丁ですね、1丁ね、全部入れちゃいます。コンソメです、さじ1です。お、こんな感じでね、おっ、豆腐からね、いい感じに水分が出てきます。オリーブオイルがね、乳化して非常に美味しいね、いい豆腐になるんですね。こんな感じでね、少しお塩で味付けします。いい感じに、大変美味しいソースになってますんで、これでほぼ完成です。盛り付けていきます。結構ね、これボリュームがありますんで、香ばしい香りがすっごいしてるんですよ。ガーリックオイルが合うんですよね。ソースなんですけども、僕はね、胡椒かけた方が好きです。はい、パセリは最後にかけてあげてください。あれの完成です。豆腐ペペロンチーノの完成でございます。はい、じゃあ食べます。いただきます。こうね、スプーンでね、すくいながら食べるのが一番
食べやすいですよ、これは。いただきます。うん、うまい。ほんとこれ美味しい。ベーコンの旨味とコンソメの旨味がね、豆腐に染み渡ってね、美味しい。これで低糖質はね、嬉しいですね。大人もね、ゼロカフェイン、ゼロカロリー、ゼロシュガーなんですよね。うん、めちゃめちゃうまいですね。僕はね、この料理はね、夜食に食べるんですよね。夜食に食べると罪悪感ゼロなんで、あとね、お酒に合います。ほんと好きなんだけどね、あんまり作ってる人いないんですよね。作って食べないとこのうまさわかんないので、作った人はマジでこれうまいって言ってくれますね。うまい。ボーフェベロンチーノ、めちゃめちゃうまいので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、それではですね、今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいなって思った方はぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、エナジー注入。